おはようございます。すすきの YouTuber のたまさまです。いや、最近ね、札幌も暑いですね。北海道も夏になってきました。はい。湿度が足りない分ね、なんか涼しいようなイメージあるんですけど、やっぱりさすがにね、30度近い気温があったら暑いですよ。でですね、最近ですね、ちょっとある噂を耳にしまして、検証というかね、見てみたいと思うんですけど、はい、僕はね、お店をやって、今でね、まあ、あと3ヶ月ぐらいで、まあ、11年目になるんですけど、まあ、そこそこね、有名にはなってきてるかな、すすきのではっていうか、名前聞いたことありますみたいなね、人も多いんじゃないかなとは思うんですけど、なんかそのお客さんがね、なんかこの間、まあ、これ自分のことでちょっとあれなんですけど、すすきのバーイケメンでなんか検索してたらしいんですね。そしたらなんか僕の写真がなんと出てきたらしいので、はい、それちょっと見てみたいと思います。はい、それじゃあね、検索していきたいと思います。で、画像をね、ここにいろんなイケメンさんがね出てくるんですけど、これはねずーっとこう下に降りてきます。なんかお店さんの、ね、店舗のあれもう一度見ましたね。はい、あ、1個2個、あ、これもね、はい、あれ、ということはすすきのバーブサイクで調べるとまたね違ったもの出てきそうだな。画像を検索してみます。すすきのバーブサイクで、ほっ、すすき4つ、5、6、どんどん出てくる、7、8、あ、こっちの方が多いな。